こんにちは、ひまひよです。今日はダイエット中の方にもおすすめな簡単に作れるひんやりデザートを紹介するよ。プルンプルン水ゼリー、全部食べても56キロカロリー。これで作っていくよ。水、グラニュー糖、より低糖質にしたい方はラカントがおすすめ。ゼラチンを振り入れるよ。レンジで加熱ゴーゴー。混ぜながら水を入れて混ぜるよ。豆腐の空き容器などに入れて冷蔵庫へゴーゴー。パックから取り出したらプルンプルン水ゼリーの完成。にゃんだこれ。ゼラチンのコラーゲンでお肌もプルンプルンになっちゃうよ。マジか。食べる食べる。きな粉と黒蜜をかけてカット。いただきます。おお、ひんやりさっぱりでいいね。黒蜜きな粉めっちゃうまま。これで美肌になれちゃうね。濃厚クリーミーヘルシーな豆腐抹茶ミルクアイス作っていくよ。え、豆腐捨てといて。フリーザーバッグに絹ごし豆腐、ラカント、砂糖でも OK。 抹茶パウダーを入れてよくもみもみするよ。こんな感じで滑らかになったら牛乳を入れて混ぜるよ。空気を抜いて口を閉じたら平らにして冷凍庫へゴーゴー。一度取り出してもみほぐすよ。再び平らにしてゴーゴー。チャンネル登録よろしくね。もう一度もみほぐしたら豆腐の抹茶ミルクアイスの完成。え、おいしいな。うん、まっ。豆腐どこ行った？大人味だにゃ。黒蜜や練乳をかけてもおいしいよ。どっちもおいしいにゃん。超簡単ズボラレシピ。フルーツたっぷりフローズンヨーグルト、これで作っていくよ。やったー。蓋にカッターで切り込みを入れてね。蓋を端まで開くよ。このまま凍らせても美味しいけど、今日はフルーツを入れるよ。フルーツは小さくカットして入れてね。1種類でも美味しいけど、2、3種類ミックスするのもおすすめ。軽く混ぜてね。蓋をしてアイスの棒を刺したら冷凍庫へゴーゴー。カップから取り出してね。水につけるとスポッと外れるよ。ズボラフローズンヨーグルトの完成。おー、うまそうだにゃ。ボクちんマンゴー。おとちゃんイチゴ。いただきます。マンゴーゴロゴロ。おい、まずっぱくてうま。後味さっぱりでええにゃ。簡単で美味しいって最高じゃん。プルトロひんやり生チョコもち。豆腐でヘルシーに作っていくよ。え、豆腐。豆腐は軽く水切りするよ。クリーム状になるまでしっかり混ぜてね。ラカント、片栗粉、ココアパウダーを入れて混ぜるよ。こんな感じで滑らかになったら OK。 レンジで加熱ゴーゴー。よく混ぜてね。再び加熱ゴーゴー。よく混ぜて、再び加熱ゴーゴー。滑らかになるまでよく混ぜたら粗熱が取れるまで冷ますよ。ココアパウダーをまぶすよ。チャンネル登録よろしくね。プルトロ生チョコ餅の完成。出来たての温かいのも美味しいけど、冷蔵庫で冷やしてから食べるのがおすすめ。美味しいの。いただきます。うわ、これうま。めっちゃチョコじゃん。プルトロ最高だにゃ。豆腐どこ行った？この動画が良かったなって思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録で応援してね。それではバイバーイ。